はい、こんばんは。キャンプ系 YouTuber の福です。今日はですね、100円ショップ消滅の危機という、なかなかびっくりするようなタイトルなんですけど、これは今まさに現実起こっている危機なんですね。もう100円ショップではいられないというニュースの記事を読んだんですけども、ああやはりそうだよなっていうのは今の現状を見て私も納得してしまいました。原材料高騰、エネルギーコスト高騰、そして円安っていう、まあトリプルパンチみたいな状態ですよね。ただ日本は長らくデフレが続いていたので、まあ、インフレになるっていうこと自体は一概に悪いとは言えないのかもしれないんですけど、ただ平均年収とかね、給料の水準が変わらないまま物価がこう急激に高騰したり円安が急激に進むっていうのは、やっぱりダメージを受けるところっていうのが出てきますね。そして100円ショップっていうのはまた独特な形態で、今このトリプルパンチ現象でいろんな業種で値上げっていうのが行われてます。身近なところで言うと食料品、お菓子なんかも量が減ったりとか、もしくは値上げですって言って価格が上がったりっていうことが起こってるんですけど、これは今急激に円安といろんな世界情勢の関係でコストが上がってる状況だから厳しいことにはなってるんですけど、これがもしバランスよく経済成長して物価も上がり給与水準も上がりっていうことだったと仮にしても、100円ショップっていうのはちょっと独特な形態なので、どちらにしてもいずれ厳しい時が来るっていう業種だなっていうのは改めて思いましたね。はい、そういうわけで100円ショップ今ピンチなんですけど、他の業種でもね、今の状況でピンチな会社はいっぱいあるとは思うんですけど、やっぱり100円ショップってこの名前が100円だからね、それを変えないといけないっていうのは相当なことですから、他の業種に比べてもかなり不利ですよね、今の状況は。以前このボイシーでもちょっと触れましたけど、100円ショップに置いてある商品たちの原価っていうのはだいたい100円から80円くらいじゃないかって言われてて、そしてほんのわずかにそれよりも上回っているような、まあ、消費者からするとお得感のある商品もあるよっていうことなんですけど、まあ、大体10円から80円くらいで、合わせていろんなものを買ってもらうことでビジネスが成り立ってると言われております。そのような薄利多売な売り方をしている中で、商品を仕入れるコストが 10% とかそれ以上とか上がっちゃうっていうのは本当に死活問題なんでしょうね。実際に中小の100円ショップっていうのはもう最近はね、次々とお店を閉めているっていうところが出てきてるそうです。そして大手の例えばダイソーだと、高価格帯のスタンダードプロダクツバイダイソーとかね、そういう100円ショップにないようなもう少しね価格帯の高い商品を置いてるお店をオープンさせたりとか、脱100均の動きっていうのをね見せてきてるそうなんですよ。まあ、そんな中でも税込み110円というのをずっと守り続けてる大手の企業というとセリアなんですよね。いや大丈夫かセリアっていう感じなんですけど、多分内情は大丈夫じゃないと思いますよ。私は素人なんでね、そんなに詳しいところまで知ってるわけじゃないですけど、まあ、ただ X プラスさんとか CGK さんと仕事してると、国産でものづくりしてる会社と輸入が絡んでくるね会社の違いっていうのも肌で感じられたりして、まあ勉強になるところはあるんですよね。まあ、CGK さんも原材料コストが上がった分は影響を受けてるけど、 X プラスさんの方がより大きな打撃を受けてるでしょうね。だから100円ショップとしてね、価格帯を守りつつ全国展開してる大きな会社のセリアみたいなところだと、損失額ってとんでもないことなんじゃないかなと思うんですけど、一応その私が見た記事の中ではセリア営業部のコメントっていうのが書かれてまして、そのまま読み上げますね。現在値上げも高価格帯への展開も予定しておりません。100円均一だからお客様に支持していただいている面が大きいため、お客様をがっかりさせないよう材料や仕様の見直し、セルフレジの導入などでコストを削減しながら100円均一を維持していきますと
いうことだそうで、いやーものすごい企業努力ですよね。ただこれをずっと維持していくっていうのはね、どんどん自利品になっていくのは間違いないことだと思うんですよ。まあ、この経済の不安定さが一時的なものでしたら、まあ、ダイソー、セリアみたいな大きな企業は体力があって乗り切れるのかもしれませんけど、いやーどうなんでしょうねっていう感じです。さてそこで今後の100円ショップ各社、まあ、キャンプ用品ではね私も大いにお世話になっておりますので、この先どんな風に今の状況に対応していくのかなっていうのを考えてみたいと思います。まずダイソーとかキャンドゥですね、この辺は私の予想ですけど、素人なんでねきっと当たりませんよ。でもちょびっと値上げするんじゃないかなと思いますね。あの内容量を減らすっていうよりは、その商品とか一から変えちゃうとまたね大変だろうから、現状あるものをちょびっと値上げするってことが、まあ、このまま円安が進んでいくと起こるんじゃないかなって気はしますね。わかりやすいところで言うと、ダイソーのメスティンが今500円、税抜きで500円ですね、これが、まあ、600円とか、そして300円税抜きで売られているポケットストーブは、まあ、400円かな。この300円くらいまでだと100円単位で値上げでいけると思うんですけど、これを下回ってくるとね、ちょっと100円単位の値上げは難しいんじゃないかなと思います。上げすぎやろ感が出てきますよね。だからまあ200円税抜きのあのカトラリーセットで言うと、どうだろうな、200円を300円にするっていうのはちょっとどうなんだろうって気もして、250円とかですか。一番困るの100円の商品ですよね。50円刻みの方がまだちょっとね切りがいいような感じもしますけど、でも100円の商品が軒並み150円になると、レジに行った時の合計金額がね今までの生活感からするとドカンと上がっちゃいますよね。それはいくらなんでもっていうところで、まあやっぱり120円とかになるんですかね。そうすると現状100円税抜きで売られてるものはレジで110円で買ってるわけですけども、120円の税抜き価格になるとレジでは132円か。いやーなかなかキリの悪い数字で心地よくないですね。まあでも致し方ないのかなっていう感じもして、こうなるんじゃないかと思ったりしますが、さてセリアはっていうと、やっぱりねセリアがその営業部のコメントが物語ってるように、お店のものね全部税抜き100円っていうのが売りだと思うんですよね。だから120円にしちゃうとセリアのこの差別化できてる部分が一気に薄れていくような気がして、まあかといってね赤字のまま行くわけにもいかないでしょうから、まあこれから新しく作っていく製品に関してはサイズを少し小さくしたり、まあ、内容量を減らしたりっていう対策はできると思うんですよね。これはダイソーもキャンドゥもできるので、もしかしたらちょび値上げじゃなくてそっちに動くかもしれませんけど、まあ、セリアもそうしていくんじゃないかと思うんですけど、定番商品は困っちゃいますよね。例えばステンレスプレート18センチとか、もともとね18センチが売りでやってたのに17センチとかになったら、あの今まで買っとったやつと合わなくなってどうしようみたいにねなっちゃいますよね。水筒もあの 530ml っていうミリタリー水筒だったのに、400ml とかになったらなんかちょっと小さくなってね、まあそれはそれで可愛いかもしれないけど、なんかって感じですよね。だから生地ロングセラーになっちゃってる商品がいきなり小さくなったり量が少なくなると、それはそれでざわつく要素もあるんじゃないかなと思いまして、おせっかいにもセリアの今後はどうすればいいんだっていうところをこんなところで喋ってるんですけど、そうですね、私だったら、これ私だったらですよ、皆さんもセリアの社長さんになった気持ちで考えてみてほしいんですけど、まあ私だったらいっそのこと大勝負ですけど、100円ショップという言い方をやめて1ドルショップにするとかね。もう店内に置いてあるものは基本的に1ドル、キャンプ用品コーナーに売ってるものたちも全部1ドル、
お店の入り口のところにデカデカと本日のドル円相場っていうのが書かれていて、129円とかね書かれてるわけですよ。そうするとレジに一つ品物を持っていくと、今日は129円ですと。そして消費税が乗っかって140円ちょっととかかな、そのぐらいになりますみたいな、1ドルショップにするっていうのはどうかな。まあでもこれもね、結局ドルの動きに依存しちゃうから、今度アメリカの経済が不安定になった時にまた困った問題が出てくるっていうのもよくよく考えたら思っちゃうな。まあでも難しいけど、100円ショップってそもそも今までよくやってきましたよね、100円で。歴史を見るとね、1985年らしいですよ、100円ショップっていうのが始まったのが。愛知県のね、春日井市だそうなんですけど、日本初の固定店舗による100円均一ショップっていうのがね、1985年に始まったそうですから、それから今2022年でしょ？37年くらい経ってるわけですよ。これ今まで100円ショップっていう形態でずっと続けられてきたことの方が奇跡かもしれないですね。まあそれは日本が30年くらい物価も給与水準も上がらなかったっていうことが、いい意味でか悪い意味でかわからないけど、それが影響してるのかもしれないですけど、まあそれにしてもずっと100円ショップっていう形態を維持できたことの方がもしかしたらすごいかもしれないし、その結果としてキャンプ用品の世界では100円ショップにこれだけたくさんのバラエティ豊かな面白いものが存在してるって考えると感慨深い感じもしますけど、今後もなんとかね、生活の味方の100円ショップというのをまず第一になると思うんですけど、その上でキャンプ用品みたいなね、遊びのグッズも続けていってもらいたいなと思いました。それでは今日はここまでになります。おやすみなさい。